長崎文化放送株式会社は、長崎県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は NCC だが、ロゴ表記などでは小文字の NCC が使用される。コールサインは、ジョキ CDTV で、アン系列フルネット。長崎放送、テレビ長崎に次ぐ、長崎県の3局目の民放テレビ局である。 本社社屋は他の在籍の放送局とは異なり、長崎市中心部ではなく北部の浦上側に近いところにある浦上駅前にある。目の前には長崎ブリックホール、隣には長崎新聞本社がある。朝日新聞と長崎新聞の両方が株主に含まれていて、両方から社員の出向を受ける全国でもけうな放送局である。そのためか、 案系列で平成に開局したつぼねで名付けられている、県名朝日放送のパターンにはなっていない。九州のテレビ朝日系のフルネット局としては4番目に当たる。新聞のテレビ欄の表記は、各紙で異なる産経新聞九州、山口特別版は、長崎文化で表記。長崎新聞は、NCC で表記。佐賀新聞、朝日新聞、毎日新聞。 読売新聞は NCC 長崎文化で表記。西日本新聞、西日本スポーツは NCC 長崎文化放送で表記。日本経済新聞は長崎文化、NCC と表記している。2009年3月24日まで、地上アナログ放送でのアナログロゴ、地上デジタル放送でのウォーターマークの常時表示を実施していなかったが、 翌日の3月25日よりいずれも実施している。キャッチコピーは、ビバ、NCC。マスコットキャラクターは、森の木五郎、豆た親子ペットのピーちゃん。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日、長崎市佐世保市諫早市島原市雲前市。 南島原市再開市平戸市松浦市五島市、西園木郡東園木郡北松浦郡、南松浦郡に寄出しました2011年7月24日、定波時点長崎市佐世保市諫早市島原市運善市、南島原市再開市,西海市平戸市松浦市五島市、西園木郡東園木郡北松浦郡、南松浦郡に寄出しましたテレビ朝日系列のリモコンキー ID 地図深夜、 アニメ枠である。兄。枠で放送されているものは、太字で示す。放送時間などは、各項目を参照。テレビ、東京系列その他自社制作番組、編集テレビ、東京系列、編集その他、編集深夜アニメ、編集テレビ、東京系列の作品は除く。兄。もう参照47歳の男性社員が、2008年4月に、 長崎市内の商業施設で酒気帯び運転による物損事故を起こし2008年8月19日に同行法違反容疑で書類送検されていたことが8月25日に判明。男性社員は事故以前から病気療養のため休暇を取り通院治療中だった。30代の男性社員が2015年8月の夏の全国高校野球大会で 取材記者の記者賞を借りて、不正に甲子園球場に入場していた。男性社員は報道政策以外の部門に所属。休暇だった2015年8月14日、長崎県代表の創生館の試合観戦に球場を訪れたが満席だったため、後輩記者から記者賞を借りて入場した。記者賞をつけたままビールを飲んでいるところを、他の観客に不審に思われ発覚した。 大会本部は次回大会で同社に記者賞を発行しないと通知した。48歳の報道制作部長が2016年11月に品川区店の女子トイレに盗撮目的でデジタルカメラを設置したとしている。機関放送事業者の議決権保有状況等、地上系放送事業者、総務省電波利用ホームページ立地域では民放第1局に 県域新聞社が出資する場合が多いが、NBC は逆に、長崎新聞の大株主である。ちなみにこのイベントでは、公募が行われていた、NCC の新キャラクターである親子の名前の発表も、行われた。親の名前は、森の木五郎で、この名前は、まめたである長崎文化放送、番組を40分間中断電源工事ミス、朝日新聞デジタル他地域でも安心機会局による、 民協協番組の移行は行っていない。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2015貢献出版、2015年11月20日、440ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2003貢献出版、2003年11月、466ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間92貢献出版、 1992年11月434ページ。AB 長崎文化放送代表取締役、副社長 AB 長崎文化放送、非常勤取締役なお、アナログ語 c h を親局に使っていた JNN 系列局のリモコン ID でだいぶ放送は NBC と同じ。3を、新潟放送は JNN 系列キー局の TBS テレビに合わせて録音使用。ワイド。 スクランブル第1部2015年2019年7月15日は走れ山笠放送のため5時50分に飛び乗りとなる毎年10月7日が平日の場合は長崎くんち中継のため6時に飛び降りとなるが2016年は通常通りの時間で放送された2013年9月30日から2016年7月14日までは 5時25分から、同年7月15日から2018年3月30日までは、5時50分から、同年4月2日から2020年10月2日までは、4時55分から放送。放送されない場合あり。ただしスペシャル放送時は20時台が、ネットワークセールス枠のため、20時から飛び乗りとなる。放送されない場合あり。毎月最終土曜は、朝まで生テレビ。 放送のため放送休止。2015年9月からの第2期は当初から当局にて放送。NCC 開局時はホットライン110番から。NBC では15時から時差ネットだった。NBC では平日朝に放送していた。NBC では日曜昼を経て最終的には土曜昼に放送していた。NBC では ゴールデン映画劇場のタイトルで土曜深夜に1、ヶ月遅れで放送していた。NBC では、NBC ワイド劇場のタイトルで1日遅れの、日曜22時30分から放送していた。は、NBC では1990年3月31日12時30分14時20分の、先行ネットとなった。NCC では1990年4月7日から、ネット開始。 長崎新聞1990年3月31日、4月7日付け長官、ラテランで確認。NCC 開局時は、はぐれ刑事順上派、第3シリーズから。NCC 開局時は、スペシャル、生揃い仕事人、から。1973年からの作品は、KTN で放送された。第1作も、NBC で放送された。NCC 開局時は、 地球戦隊、ファイブマンの初期途中から。NCC 開局時は、特権ウィンスペクターの初期途中から。NCC 開局時は、シンビックリーマンの後半から。インターネットテレビ局。テレビ局社員、借りた、記者賞付け甲子園でビール。読売オンライン。2015年8月16日、閲覧。 https://www.j-cast.com/.2016/.12/.22286753.html ありがとうございます。